おいしい、俺がおなら番長小杉や。おなら番長何のことやと、これ見ても分からんか、クサクサ瓶や。クサクサ瓶とはな、小杉のくっさいおならを溜め込んだ瓶のことや。寝てる時もテレビを見てる時も、そしてうんこの前にプーッと出るおならをたくさんの瓶に詰め込んだんや。こんなもん匂うたら鼻もげるやんけ。今からこのクサクサ瓶を使って何をやるかというと、芸人お花狩りや。楽屋におる芸人と勝負して、負けたやつにはこのクサクサ瓶がっちり匂いでもらう。花猫先買ったるで。おなら番長小杉のお花狩り開始じゃ。まず最初の餌食は誰じゃ。おい、おったな。バッファローゴロ木村やないかい。なんで呼び捨て。花もらいに来たで。花ってね、花ってない。俺が取りに来るもんだ、花しかないやろ。おなら番長小杉やないかい。おなら番長小杉。今俺がタメ口で喋ってるからちょっとびっくりしてるやろ。まあ、カメラあるからなんかキャラ乗せてるんやろなっていうぐらいの理解あるけど、なんやねん。今回俺はおなら番長やからもう先輩後輩関係ない、あんたの花もらいに来たで。どういう趣旨やねん。人がお前キーをマンスル呼んどったら、お前マンスル呼んでるやと。平和ボケした花やのこれ。危機感ないんかお前の花は。鼻に危機感ってないやねんそれ。今から俺とゲームして、ゲームに負けたら俺が数日間この瓶に溜めた部屋を匂いでもらう。大きいバランスで勝負したらんかい。ごっついムカついてんねんけどな、ただ。いやいや、カメラ回ってるから分かってんねんけど、結構ムカついてるで。結構ムカついてるね。顔笑ってるけど。ええな。お願いします。弱っ。弱っ。弱っ。マジや、マジやな。マジでいくでな。いきます。はい。よーい。あ、スタート。むず。おお。これむず。やった。やったー。よっしゃー、嗅いでもらおうやないかい。花持ってかれるぞ。よし。負けたんやからここはもう。マジ怖っ。え、ほんまに入ってるの。ほんまに入ってる。まず、うん、全部肺の空気を抜いてで止めて一気に吸い上げてくる。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと心の準備させて。心の準備させて。ほんまに心の準備させて。ちょっと一回ミツバチでここにヒゲ作れ言われた時ぐらいのなんか怖さが今あんねん。ちょっと待って、もう根性大丈夫です。ここんなめ、ほんまそんなロケしてたんすか。やってミツバチでヒゲ作れって言われる。そんなんやっとったんすか。ちょっと待って、ほんまそれぐらいの時の一回吸って吐いてる方がいいね。これできたら OK です。 OK、 しゃあない、ほんまに負けたもんね。お願いします。お疲れした。何やろ。
水タワー列砲隊改めバイキングやないかい。え、どうした。花借りに来たで。花、花借りに来た。何これ、花借り。花や、そのシュッとした鼻筋通った花買ったのかい。お前悩んで、悩んでんのかお前。誰が悩んだけこんななったんや。どないしてん。トランプで勝負ってか。行け。俺かいな。おい、けけやってや。おい、けこういうのは剣が言っとるやろ。今日は秋や。秋や、今日は。いつも剣が言っとるやろって何やねん。秋でや、今日は。やーとかわーとか剣が言っとるやろ。うん。大概どのコンビも剣っていうのがよう言っとる、そういう。富水剣。今日は秋や。いや、行け行け行け。オッケー、これ決めた。おっしゃ、おっしゃ。おい、なんでもええよ。なんじゃその器のデカさ。これは何やねん。でっかい方が勝ち。ちょっと待って、これちょっと待って、何で数字がでかい方が勝ち。勝ちや、勝ちや。おう、勝ちや。オッケー、こらー、生ハゲ。誰が生ハゲ。こらー、これじゃー。はい、こらー、勝負や、勝負や。上やろ、トランプ的には。このこサイズはこれ会議で決めてんかったやろ、1時間ちょっとなあ、そんなあんねん、あんねん。剣勝負や。俺になった。いや、そうやわ。っしゃ、おらこんなことがあるのか。おら、いってら、おら。おっしゃ、負けんなよ。おら、いけ、これ。負けんなよ。おい、行くぞ。おら、おら、行くぞ。おら、せーの、おら。レベル低い。5対3でわしの勝ちや。うわー、負けた。しっかり嗅いでもらいます。でもらうの抜いた抜いた。うわ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 。え、一気に吸ってくださいよ。うわうわうわ。いくぞ。剣めっちゃ甘いからな。うわ、くさっ。最近ちょっとな、付き合いすぎて肉よく取ったんや。肉豚臭いって。焼肉の後の部は強烈やからな。オラオラ、お花よこせ。よい。おい。毎度毎度毎度、矢野兵道やないかい。矢野兵道やけど。今日は花を借りに来たんや。花ですか、胸じゃなくて。おや。花。味のりで勝負してもらいます。味のり引っ張り合いゲーム。これは両方から味のりを引っ張って、面積の大きい方が勝ち。バイクで言うたらチキンレースみたいなもんや。大手ますか。たとえ間違うてへんか。まあでも、まあ、いや、ハムカーはチキンレースはチキンレース。そうそうやな、チキンレースでは。チキンレースで、はい、あっけるって。今回、はい、兵道にやってもらう。わーきゃーわーわー もだえてる兵道見たことない、俺は。自分から喋り出してバチッと落ち着けて笑いとってるとこしか見たことない。先生、自分発信やから。自分発信で。そう矢野ちゃんはなんやかんや言うて、しばき回されたり。お前らがそれしとんねやろ、先輩しばき回して。パイセンやで、一応。パイセンええわ、もう。先輩のことパイ、こういうのはよう見とる。はい、きょうちゃんの鼻かったるやないかい。かなれとけ、お前。ここもこのまま引っ張るんですね。あ、これあれやな、引っ張った方が赤損やわ。引っ張らした方がええわ、多分。こっそりこっそり言えよ、お前。引っ張る、動けようにならないか、お互い。動けないというね、これ。動けなる。よーい。いや、そんな根性ないようなことしませんよ。よーい、スタート。ちょっと待って。お前ちょうどお前朝の朝食に出てんから。こうお前ご飯巻くところ来たよ。お前これ。旅館の朝になってしまいました。卵持ってこい、生卵。
アホお前。うわーごっさいくな話やなお前。もうちょっとね、重ねてみんな分からんぞぐらいな。乗りに行きなかった。何これ一目瞭然とこのことやろお前。さあ匂ってもらおうやないかい。こんな見たことないわ。こういう付け方あるでしょうと。自分発信じゃないパターンありますから。これ。安代智子やないかい。めっちゃ怖いやんゴッス。ウェイウェイウェイモロさんウェイウェイそのテンション合わせていい。ウェイあっち向いてホイで勝負ってか。ゲームに負けた人間が負けたらやろ。そうや。もし勝てば日本ワンでいいの。そうや。勝ったらどうなんの。勝ったら何してくれるの。そう、これを俺が匂う。物足りひんのか。だって普段匂ってんねやろ。だってそうやんな。だって自分で作って自分で作って自分で匂いでない。バッと弟とか匂がして泣かしてたんや昔。泣くぐらい泣くぐらい。なんでだ。どっか悪いんじゃん。病気の心配。安代病気の心配ものすごい言うで。絶対こんなん言うのそりゃ。最初はグーじゃんけんはいアイクドキドキする。最初はグーじゃんけんはいアイコでしょ。あっち向いてほい。最初はグーじゃんけんほい。あっち向いてほい。最初はグーじゃんけんほい。アイコでほい。あっち向いてほい。じゃんけんほい。アイコでほい。アイコでほい。アイコでほい。あっち向いてほい。アイコでほい。あっち向いてほい。かいだらええやろがいい。おそらくこうなる。ちょっと待って。これ見てると気持ち悪いな。危ない。気持ち悪い。ちょっと瓶瓶瓶がちょっと薄らいだんちゃう。なんかさ、そんなんなんの？だってさ、さあこんなに逃してたんか俺。なんでなんかさ、一瞬匂ってんけど。そう。でもちょっとだいぶ薄らいでん。ちょっと匂ってみあんた。いやいやいや。ちょっとちょっとだけ匂っとき匂っときって。あんま見てないかもよ。今パイプ椅子蹴り上げようとしたでしょ。何ヤンキーの血を蘇らしてるんすか。もうないんじゃ。でもちょっと置いて。すごいな。くっさー。なんか鳥肌立った。鳥肌立ってる。ボナバラ家の鳥肌立ったで。なん最後はこの男前のお花じゃ。それでお前の鼻は刈られたも同然や。なんなん鼻刈るっていうのは。別に草っていうだけやで。そんなそれはもう鼻刈られたんと一緒やからな。あ、ほんでボンタン狩りみたいなことなってんねや。そうや。どこぞの学生がお前5本指靴下履いてんねん。お前順番にさらっていきよんのこら。ロケのテクニックの出し合いってか。何なんですかこの手術も負けられへんのちゃうか。お前ちょっと、それはあかんよ。おはっきょーい、ノータこれ何そして勝ったよっしゃお前こまけな。男前のお花、勝ったりー
あいた、一気に吸い上げんやで。うわっ、って言うてん。俺マジで消えたくて。泣いてる、泣いて鼻出てるやん。男前も鼻なしじゃ。見ての通り山盛りの花買ったったで。次は。お前の鼻がターゲットや。